スターウォーズエピソード5帝国の逆襲。スターウォーズエピソードも帝国の逆襲。スターウォーズエピソード5帝国の逆襲。現代、スターウォーズエピソード V The Empire Strikes Back は1980年に公開されたアメリカ合衆国の映画。アメリカのスペースオペラであるスターウォーズシリーズにおける実写映画本編の公開第2作品目でルーク・スカイウォーカーを 主人公とする旧三部作の第二章、エピソード5にあたる。アメリカでの公開当初のタイトルは、ザ・エンパイア・ストライクスバック。日本での公開当初のタイトルは、スター・ウォーズ、帝国の逆襲だったが、後年、エピソード V、エピソード5が付け加えれた。1997年の特別編公開、2004年の DVD 版の発売、2011年の、 ブルーレイ版の発売に際し、その都度最新のデジタル技術などを用いて一部内容の修正、変更が行われている。1980年公開時の国際版ポスターのイラストは日本人イラストレーターのオーライノリオ氏が手掛けた。遠い昔、遥か彼方の銀河系で、ヤビンの戦いから3年、デススターを 反乱同盟軍に破壊された銀河帝国軍の反撃は激烈を極めた。反乱軍は帝国軍によりやびに秘密基地から撤退を余儀なくされ、氷の惑星ホスにエコー基地を設立したのである。ダース・ベイダーは反乱軍、そしてルーク・スカイ・ウォーカーを捜索するため調査用のプローブドロイドを銀河系の各地に大量に放っていた。ホスにも一体のプローブドロイドが 隕石に擬態して着地した。その時ホスでは、ルークとハンソロが、厳重生物、トーントーンに乗って、パトロールを行っていた。ルークは落ちてきた隕石を発見し調査しようとしたが、雪原の怪物ワンパに襲われ、気を失ってしまう。一方先に、エコー基地に戻ったソロは司令官のライカン将軍に、反乱軍を離れ、ジャバザハットに金を返したいと告げた。 レイア姫はソロに残る、よう説得するが、失敗に終わる。やがてソロはルークがまだ戻っていないことを知り、危険を顧みず、ルークの救出に向かった。ワンパの住処に囚われていたルークは、フォースとライトセーバーを使って、脱出に成功するが、猛吹雪の中で倒れてしまう。が、そこに、フォースと一体化したオビワン系の帯の霊体が現れ、ルークに、惑星。 ダゴバエイ駅ジェダイマスターのようだから学ぶよう告げる。幸運にもルークは、その直後ソロに救出され、翌日にエコー基地に帰還した。偵察機から不審な物体を発見したとの通報を受け、ソロと中ッカは、その調査に向かい、帝国軍の放ったプロブドロイドだと突き止める。報告を受けたライカン将軍は、帝国軍に基地の場所が察知されたことを悟り、 基地の全軍に撤退命令を出した。ベーダー率いる帝国軍の死の小艦隊デススカドレンはホス近辺に到着するオゼル提督のミスで反乱軍に艦隊到着を気づかれてしまい、エコー基地のシールド展開を許してしまう。激怒したベーダーは失態を犯したオゼルをホースグリップで処刑し、その場でピエット艦長を新提督に任命し、ビアーズ将軍に ATAT AT による地上攻撃でシールド発生装置を破壊させるよう命じた。反乱軍は貴重な物資を積んだ貨物船が脱出する時間を稼ぐため、不評、スピーダー部隊が必死に応戦を試みるが厚い、装甲に覆われた ATAT AT に歯が立たず、ついにシールド発生装置を破壊されてしまう。ミレニアムファルコン号を修理していたソロと中爆カは、逃げ遅れたレイヤと、 C-3POO の赤地から脱出。そして生き残ったルークは、地上戦が終了した後 X ウィングに乗り、R2D2 を伴って、オビワンの言葉に従い惑星、ダゴバへ向かう。一方、ソロたちを乗せたハルコン号は必要な帝国軍の追撃を受け、ハイパードライブの起動を試みるが、修理が不十分であったため失敗。起点を聞かせたソロは、ホズの付近にある。 小惑星体に逃げ込み、なんとか追っ手を振り切る。ファルコン号の修理を行う中で、ソロとレイアは急速に距離を縮めていく。しかし、逃げ込んだ小惑星の穴は巨大な宇宙の怪物スペース、スラックの巣であることがわかり、ファルコン号は飲み込まれる寸前に脱出する。一方、ベーダーは、 ソロやレイアを取り逃がした部下のピエットらに対し苛立ちと不信感をあらわにしつつ瞑想に入っていた。だが、ピエットはその瞑想をも妨げる。怒るベーダーに対し、ピエットは恐怖の色を浮かべて皇帝陛下がお呼びですと報告する。皇帝ダースシディアスはデススターを破壊したスカイウォーカーの息子がホースに騒乱を巻き起こしていると告げた。そして、ベーダーはシディアスに ルークをホースの暗黒面に引き込むか、それを拒むなら、抹殺すると申し出た。その頃ルークは、ダゴバに不時着するも、ダゴバは、泥と沼だらけでとても人の住めるような星ではなかった。そんな檻に現れた小柄な老人は、アールに似た面をしたり、わがままを言うなどして、ルークを困らせるが、この老人こそが、ルークの探している偉大なるジェダイマスター、ヨーダであった。ルークに、 ジェダイにふさわしい忍耐力があるかを試していたヨーダは、年齢を重ねすぎており、我慢強さがないルークの指導をためらうが、オビワンの説得によりやっと修行を始める。しかし、ジェダイとしての意識が低いルークはフォースを完全に、信じ切ることができず、訓練は思うようにはかどらなかった。ある日、ルークは、ヨーダの武器を持つなという忠告を聞き入れずにの洞窟へおもむき、突如現れた。 ベーダーの幻影とライトセーバーを交え、その首を切り落とす。ベーダーのマスクの下から現れた己の顔、すなわち己の暗黒面の象徴に、ルークは戦慄する。味方艦隊の父として進まる捜索に号を煮やした、ベーダーは、ボバフェットをはじめとする銀河中の腕利きの、賞金稼ぎを呼び寄せ、報酬を与える代わりに、ファルコン号を見つけ出すよう命じていた。 ソロは再び帝国軍に発見されながらも、スター・デストロイヤーの策的範囲以外に逃れ、旧友ランド・カルリジアンが失政官を務める、クラウドシティのある雲の惑星、ベスピンに向かう。しかし、ボバノノル、スレーブ一が不気味にその後に追随していくのだった。クラウドシティに到着したソロたちはランドからもてなしを受けた。しかしランドは、帝国のクラウドシティへの不干渉と引き換えに、 ベーダーに彼らを売り渡す。ソロたちの危機を幼稚したルークは、ヨーダとオビワンの静止を振り切って、ベスピンへ飛ぶが、それを察知したベーダーは、ルークの捕獲、護送の手段として、彼をカーボン冷凍にかけることを画策。ソロが、その実験台とされてしまう。ベスピンに到着したルークは護送されるレイヤーたちを、発見し、その直後にベーダーと対決することになるが、 その強大なフォースに翻弄される。冷凍室から仮想の回廊を、さらにクラウドシティ中核へと場所を移した戦いの末に、ルークはライトセーバーを持つ右手を切り落とされてしまう。満身創痍のルークに、彼をフォースの暗黒面に誘うベーダーは、ある衝撃的な事実を告げるが、暗黒面への誘いを拒否したルークは奈落へ身を投げて逃亡する。 プリプロダクション段階で脚本を依頼していたリーブラケットが交番、病床で諸行を書き上げ、1978年3月にガンで死去したため、ジョージ・ルーカス旧知のスティーブン・スピルバーグの賞でローレンス・カスダンに白羽の矢が立った。前作、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望で美術を担当し、本作の第二版を兼任する予定だったジョン・バリーも、撮影開始後間もなく病死した。 撮影は1979年3月イギリスのスタジオで始まる予定だったが、準備のためスタッフがイギリス入りした同年1月24日、使用する予定だったスタンディ・キューブリックの映画、シャイニングのスジオで火災が発生し撮影遅延が確実となったため、海外ロケが先に行われることになった。ノルウェーのフィンスでのロケは吹雪に愛好通が遮断され、関係者には、 寒さによる凍傷の危険もある、シーニングさながらの撮影となったが、ノルウェーの軍と政府の協力もあって、無事に終了した。前作終了後解散した、視覚効果チームが、再び結集。ただし前作で開発した画期的なカメラシステムを、宇宙空母ギャラクティカに投入したことで、ルーカスと法廷で争うまでに、関係のこじれたジョンナイクストラに変わる。 視覚効果監督が必要となり、2001年宇宙の旅以来、サンダーバードからエイリアに至るまでイギリスのスタジオで特撮を多数手掛けてきたブライアン・ジョンが招聘された。前作の視覚効果で、ファーストカメラマンだったリチャード・エドランドも SFX スーパーアバイザーに昇進し、2名でスペシャル、ビジュアルエフェクツとクレジットされている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。